ミナルとはい、宮城の牡蠣だけじゃなくですね、日本の牡蠣をあの復活するためにもここで頑張って、我々が一生懸命やるのがあの、まあ、我々の務めじゃないかと思ってますので頑張ります。松島もう復興してますということからですね、観光客のお客さん一人一人がセールスマンになっていただきたい、これが私たちの願いです。じゃあ私たちは本当の狙いは7月20日からの夏休み、震災はありましたけれども、今年の夏からは東北全体でまた 夏祭りをやり、全国の皆さん、また世界から多くの皆さんに来ていただきたいと思っているところでございます。平泉がこの度の大震災に見舞われた東北地方初となる世界文化遺産に登録されるということは、本県の復興に向けた象徴的な話題としてはもとより、東北全体の復興に向けた光となるものでありまして、大変意義深いことであると考えております。世界各国至るところのお国からいろんなご支援ご援助をいただいた、そして我々に力を与えてくれたということで、非常にその点において感謝申し上げるわけです。復興の光を平泉からという思いの合言葉でですね、今後も様々な取り組みを行ってまいりたいというふうに考えております。